1731年建設のピースフィールド、ジョン・アビゲール夫妻が住んでいた。ピースフィールド、または、オールドハウスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、クインジーにある歴史的邸宅、アダムズ家が居住していた。現在、アダムズ国立歴史公園の一部となっている。マサチューセッツ州法規創者、アメリカ独立宣言機構者、初代アメリカ合衆国副大統領、 第2代アメリカ合衆国大統領のジョン・アダムズ、独立的思考を持ち、フィラデルフィアで行われる大陸会議に出席する、夫の往復書館で有名な妻、アビゲールの邸宅及び農場である。また、第6代大統領ジョン・クインシー、アダムズ、妻ルイーザ・アダムズ、南北戦争中イギリス大使であった息子、チャールズ・フランシス・アダムズ、歴史家の、その息子ヘンリー・アダムズ、 ブルックス・アダムズも住んでいた。1787年、ジョン・アダムズが購入した、当時の邸宅1731年、ジャマイカ出身座等製造者、レナード・バッサルのために建設され、アメリカ独立戦争中、ロイヤリストのオーナーが生きしていた邸宅を40エーカーの農場及び果樹園と共に1787年に、ジョンとアビゲールが購入した。当時のアダムズ一家はまだ、 ロンドンの住民であったが、1788年に、この地に戻り住むようになった。当時の邸宅は1階に、天井の低い部屋が2室、他に、寝室2室と屋根裏部屋があるのみでイングランドと、比較し、夫妻は落胆していた。アビゲールは、スズメの巣のようだと記した。その後12年間、アダムズは副大統領、その後大統領として、フィラデルフィアに住み、 アビゲールは家と農場を取り仕切った。拡大を施し、向かって右側に通路、1階に広いパーラー、上階に広い書斎を作った。屋根裏部屋の木柱橋にギャンブレル屋根を施し、ジョージア様式の増築を行ったのである。アダムズは再選をかけた1800年、アメリカ合衆国大統領選挙で落選し、1801年に自宅に戻った。 息子ジョン・クインジーもベルリンでの大使の任務を終え戻ってきた。さらなる増築がその息子のチャールズ・フランシスによって施された。1946年、アダムズ家からアメリカ合衆国に寄与され、現在アメリカ合衆国国立公園局創業で、アダムズ国立歴史公園の一部として一般に公開されている。ピースフィールド近くにジョン・アダムズ製菓。 ジョン・クインジー・アダムズ聖火、そして両大統領及び妻が埋葬されている、ユナイテッド・ファースト教区教会がある。ストーン・ライブ・ラリー内部、邸宅と離れた構造になっている。一家と邸宅は政治及びアメリカ合衆国建国の歴史に関わりがある。2軒の古く小さな邸宅が敷地内にあり、ジョン・クインジー所有の1万4000冊を所蔵する1870年建設の ゴシックリバイバル建築のストーンライブラリーもある。また代々伝わる歴史的なリンゴの果樹園、18世紀のフォーマルなフラワーガーデンもある。ありがとうございます。